疲れ様です。いやー、だいぶ整ってきてますよね。趣味の部屋めちゃめちゃ良くなってきてますよ。まだこれからですね、ちょっとやらないダメなんですよね。まだまだかけるものがあるんですよ。で、結局昨日買ったフックでは足りなかったんですよね。で、また買いに行こうと思います。今日はちょっと行かないんですけどね。で、まあとりあえず家計簿ですね。家計簿、まあ昨日もですね、結構使ってるってやつ使ってるんですよね。ただこれはもうどうしようもない出費っていうのが昨日ありますね。まあ1月26日全体的にはですね、5452円こういう出費なんですけれども、まあ内容を見ましたら、高木水道ですね、これ4070円。この水道っていうのが浄水器のフィルターなんですよ。浄水器のフィルターが3ヶ月から5ヶ月で定期的に送られてくるようになってるんですよね。まあでも定期的にだったら4ヶ月に一度とかきちっと来てほしいんですけれども、なんかバラバラなんですよ、定期的っていう割には。まあでも少なくともフィルターが送られてきてますから、まあそれは良しとして、それが4070円ぐらいかかるんですよね。だからまあまあでもこれ結構な額ですよね。3ヶ月に1回にしてもね、4回だから1万6000ぐらいですもんね。ただ3ヶ月に1回じゃなくて4ヶ月に1回ぐらいかな。だから年に行ったら3回ぐらいですかね。だからフィルターそれで1万2000円ぐらいですね。まあいずれにしてもこれが4070円。で、郵便局84円。これ2個の保険、やっぱりですね、請求しないとダメだと思って、過去のものもまとめて請求してみたんですよ。だからまあ請求するって言っても向こうが精査しますから。で、もし大丈夫だったら払った額の 70% 戻ってくるっていう形なんですよね。だ、全体でですね、確か4万円分ぐらいですかね、去年と、この前の入れて4万円分ですから、ラッキーだったら2万8000戻ってくるんですけれども、まあ多分そんなに戻ってこないと思いますよ。結果認められないものもありますからね。まあそんな感じです。それで84円ですね。で、スキア1100円、これめちゃめちゃ美味しい牛丼見つけましたよ。ネットで見てて、スキヤで白髪ネギ牛丼っていうのがあるんですよね。で、これあげておきます。白髪ネギ牛丼っていうのがあって、これめちゃめちゃ美味しかったですよ。確かちょっと確認しますね。白髪ネギだったと思うんだけど、あ、そうですね、これあげておきますから、白髪ネギ牛丼ですね。これを昨日食べてみようと思って食べたんですよ。これ美味しいですね。おすすめですね、これ。で、特盛りですね。特盛り。波にしようか、大盛りしようかって悩んだんですけれども、やっぱり特盛りだなと思って、で、特盛り頼んで、あと、味噌汁セットですね。あ、味噌汁じゃない、サラダセットか。味噌汁とサラダがついてるセット。それを食べたので、1110円という感じですね。なんか、牛丼って言ったら、早い、安い、うまいっていう吉野家のイメージがあるんですけれども、私の場合、吉野家っても高いんですよね。結局、特盛りとか、そういうの食べて、あとサラダとか追加するじゃないですか。で、必ず1000円近く行くんですよね。だから、安いっていうわけじゃないですよ。安さを求めるんだったら、弥生軒行った方がいいですね。700、800円のおかずで、あ、まあ、定食で、ご飯おかわり無料ですからね。そっちの方がいいように気しますね。まあ、それで好きやで1200円。で、トライアルで198円っていう感じですね。この198円何なんだろう。ジュースでもないな。あ、お菓子ですよ。お札スナックと、あと何か買いました。あ、かりんと。よかった。まだボケてないですね。お札スナックとかりんと2つ、98円の2つ買って、あ、99円か。99円の2つ買って198円ですね。それで昨日使ったのが5152円っていう感じですね。まあちょっとですね、今週は結構使ってますね。1月、まあ月曜日2500円、火曜日2000円、水曜日6700円、で、木曜日1800円、で、金曜日が5400円ですからね。まあ結構使ってるなっていう感じなんですけれども、今日めちゃめちゃ使いますよ。ええ。今日は使いますよ。なぜなら、飲み会ですから。飲み会です。いや、今日の飲み会はですね、まあ楽しみにしてたんですよ。
これ本当に楽しみしてて、まあ女性なんですけど、ある女性がまあ美容院にまあ行きますよね、女性だから。で私も美容院行ってるんですよ。で行ってる美容院が同じで、そこのマスター経営者ですね、エロ坊主って呼んでるんですけど、そのエロ坊主とあれなんですよね、親しいんですよ。私飲みに行くな、間柄なんで、友達になったんですよ、要は。で結構飲みに行ってるんですけれども、で今度飲みに行きましょうよっていうことになったんですよね。ここの女性と私と3人で飲みに行きましょうっていうことになったんですよ。ただ私はもう暇人だからいつでもいいんですけど、その美容師のねオーナーとこのこちらの方、こちらの女性は働いてますからね、なんか忙しい方ですから、なかなか日程合わないですよね。それでまあ1月中に飲みましょうよって言って、昨年末かな、12月に話したんですけど、それが今日なんですよ。1月27日土曜日なんですよね。だからすごく楽しみしてますね。その女性はですね、 YouTube やられてて、まあ会社がですね YouTube やってて、そこで出てるんですよね。でなんていうのかな、まあ家を紹介する YouTube なんですけれども、建設会社ので、そこでなんかナビゲーターみたいな感じでやられてる女性なんですよ。でこれがめちゃめちゃ綺麗なんですよね、本当に。いや綺麗だから会いたいとか言うわけじゃないんですけど、まあ、綺麗だから会いたいですよね、普通ね。これ男性が8割見ていますんで、8割なんですよ男性。で女性は8割5分か、女性が 15% なんですよね。だからいいと思うんですけど、まあよくはないけど、綺麗だったら会いたくなりますよね。ええ、それは男の差がですから。まあだからまあちょっと会って、まあ飲んでみたいなと思ったんですよ。でたまたまですね、その美容師のオーナーがそういう話を持ってきてくれたんで、いやもう絶対行くよっていう話で話をして、で今日なんですよね。だから楽しみですよ。でまあ女性とは間違いなく1次会で終わると思うんですけど、まあ2次会その美容師のオーナーと多分行くと思いますね、ご飯食べたり。どちらも、私もその美容師のオーナーも大食いなんですよ。要は例えば飲み会でご飯をいっぱい食べても、その飲み会が終わったらお腹すくんですよね。でラーメン大盛りとか食べちゃうんですよ、餃子とか。だから行動パターンも同じだからちょっと怖いんですけど、まあいずれにしても今日はちょっとある程度お金使うと思いますよ。でこれは全然必要経費ですから、私にとったら、人との出会いっていうのは必要経費なので、このあたりはですね気にしないです、気にせず使おうと思います。ただ以前みたいにですね、1日3万だとかでおごって1日5万だとか、そんなのはないですからね。でどんだけ使っても多分1万いかないでしょ。1次会、1万ぐらいでしょ。1次会で7000円ぐらいでしょ。で2次会で2000円ぐらいですよ。だから1万、まあ1回いかないかぐらいなんで、まあいいかなっていう感じではありますね、本当に。それでその女性はですね、まあこれ YouTube 見てくれてるらしいんですけど、時々その美容師のオーナーがやってるよっていう風に言ったので、だからこれを見てるかどうかわからないんですけど、いや本当に仕事できる方ですね、明らかに。だから結果的にはちょっとこれを美容師のオーナーから聞いたんですけど、11月かな、独立したらしいですね。で今は多分ね、まあオーナーっていうか、まあ社長でやってると思うんですけど、独立して、いやだからすごい方ですよ、本当で。私その方の YouTube を紹介してもらって見た時も、あこの人だったら見ちゃうなと思ったんですよね。喋りが上品だし、で言ってることが的確なんですよ。で次はこういうところ見たいなっていうのをズバリこう見せてくれる人なので、家ですよ、家の状況を。だからですね、それで細かくて、いやこの人はすごいなと思いましたよ。だから視聴回数も何万回ってあるんですよね。私が見たのは6万回ぐらいだったかな、5万回6万回とかで、普通に満単位なんですよ。まあ会社がやってるとはいえ、その方が中心出てね、ナビゲーターとしてやってましたから、いや、あの方がいなくなって大丈夫なのかなと思ってるんですけどね。でも本当すごい方ですよ。だからちょっとそういう意味でもですね、お会いしたいなと思ったんですよね。勉強になりますから。で女性でバリバリ働いてる方っていうのはどういう意見を持ってるのかなとか、そういうところも知りたいんですよね。だからすごく今日は楽しみですね。
まあこの先がその方とあるかないかっていうのは、そういうのは正直期待してませんからね。ありえないんで、私ですから、無職金なしですからね、ありえなく働いてないんでね、だからそういうのありえないし、働いててもありえないですよね。まあサラリーマン時代もだってそういういいなと思う人は何人か飲んだことあるんですけれども、うまくいきませんからね。だからそれは仕方ないんで、まあいずれにしてもちょっと勉強になるんで学びたいなっていうふうには思ってます。それで知り合いになれたらラッキーですね。でいろいろ教えてもらえますもんね、家のこととかね。だからそれはすごくいいなと思ってます。であとやっぱお金使っちゃうっていうか、あとちょっと一つ最後あるんですよね。マイルが切れちゃうんですよ、とうとう。あの私危なかったです。今までもですね、1万5000マイルを捨てたことあるんですよ、気づかずに。でたまたまですね、私マイル3月に東京行きますから、どれぐらい、まあそろそろ取らないとなと思ったんですけど、そしたら2月来月1万マイル消えちゃうんですよ。1万596マイル。それで4月も1万1538マイル消えちゃうんですよね。で6月1万2007マイル。これめちゃめちゃ消えちゃうんですよ。だからこれ使わないとまずいですよね。もう一気にマイルが消えてきますね。私のこのマイルでいろいろ行く人生もこれで終わりですね。そんなに買い物もしませんから、だからマイルももうたまりませんからね。それただですね、このマイル、福岡、東京は7500マイルだから1万5000マイル行けるんですけど、なんか飛行機で使うのもなと思ったんですよね。飛行機って時々安い時もあるじゃないですか。まあ3月はハイシーズンだから高いと思うんですけど、マイル使ってもいいんですけど、だからちょっと今回物に変えようかなと思ったんですよね。で、それがですね、これ皆さんどう思います?私欲しかった、スーツケースなんですよ。これですね、今すごいいいのが出てますよね。機内持ち込みタイプの。で、これ見つけたんですよね。ANA オリジナル、アナのオリジナルですね。で、2万8000円なんですけど、まあ、アナカード持ってるんで 5% オフで2万6600円で買えるんですよ。っていうことは2万6600ポイントですよね。で、買えるんですけど、これ、要はですね、フロントから収納を取り出せるんですよね。要は、あれですよ、これがスーツケースとしたら、今まで私全部こうバーッと開いて取り出してたんですよ。で、結構これが不便で、で、私、空港のラウンジとかでパソコン取り出したり、で、飛行機乗る前にパソコン取り出したり入れたり結構するんですよ。で、忘れ物が多いんで、あ、こっち入れたなってちょっと取り出しとこうとかあるんで、その時にですね、こうやって横を全部開けなくても、これですね、これ。まあ、これも多分今写真上げてると思うんですけど、前の部分がファスナーで開くっていうのは、めちゃめちゃ便利なんですよね。ここがパカッと倒れたら、物を取り出すのが。だからこれはずーっと欲しかったんですよね。で、たまたまあったんですよ。だからもうこれ買いだなと思って、で、これは買おうと思ってますね。皆さんもこれ見てください。いいですよ、これ。本当に。これきちっとあれですからね、鍵もついてますからね。だから前は鍵ついてなくて、こんなん盗まれるやんっていうようなもんじゃないので、これはすごくいいと思います。これは買おうと思ってますね。まあ、本日は以上ですけれども、まあ、お金は、使うべき時は私は使いますよ。本当に。で、今日はまあ出てきますけれども、飲みですからね、月に何回かの飲みなので、そういう時はもう全く気にせず使おうと思ってます。それで、あと欲しいもの。で、今回みたいにスーツケースみたいに、こういう使えるものは、ね、まあ今回マイルで買おうと思ってるんですけど、マイルで買わなくても、まあ現金でもカードでも買おうと思ってますね。そうしないと人生豊かになりませんからね。ただ、このせこくですよ。せこいって怒られるかな。こういう家計簿をつけていくっていう必要性はすごい感じているので、なんかこれもちょっとやっていこうと思ってます。中にはですね、ボンボン飲みに使ったらこんなのやってても意味ないだろうっていう方はいらっしゃると思うんですけれども、飲みに使いながらも、家計簿つけるっていうことの意義っていうのは私はあると思ってるんですよ。年間でどれぐらい使ったかとかトータルできちっと把握できますからね。だからそういう風な意味で、そういう意味で、ちょっと今後もつけていこうと思います。まあ、藤田優です。いつもご視聴ありがとうございます。長々だとすいません、いつもいつも。で、最近ですね、喋れば喋るほど、どもってくるんですよね。なんかインプラントの状態が悪いのか、ちょっと脳の方がいかれてるのか、ちょっとよくわからないんですよね。なんか心配です。微妙に心配ですね。
じゃあすいません、今日は楽しんでいきます。失礼します。